ホワイトスネークはイングランド出身のハードロックバンド。元ディープパープルのボーカリストであるデイビッド・カバデールが主催するグループ。1980年代当時は多くのトッププレイヤーが出入りし、数百万枚のアルバムセールスを記録するなど、世界的な成功を収めた。ディープパープル解散後の1976年、デイビッド・カバデールはソロアーティストとして活動を開始した。 この時作曲と演奏の両面で共同制作者としてサポートしたのがギタリストソングライターのミッキー・ムーディである。グループ名ともなる、ワイツネイクという共作が収められた最初のソロアルバム、ホワイト・スネイク、そして2作目のノース・ウィンドをロジャー・グローバーの下で制作し、カバデールを中心としたグループ、ホワイト・スネイクが形成されていく。UK ハマースミス公演初期のメンバーは前室のミッキー・ムーディに、元ストリート・ウォーカーズのデイブ・ドールとブライアン・ジョンストン、バーニー・マースデン、ニール・マーレー。さらにジョンストンが、ピート・ソリーに代わりグループがスタートする。1978年、グループのお披露目となる EP アルバム、スネーク・バイトからデビッド・カバーデール、SY ・ツネイク名義のバンド活動がスタートし、同年初のフルアルバム、 トラブルから、ジョン・ロードが参加、後にはやはり元ディープパープルのドラマーやんペースも合流する。元ディープパープルのメンバーが3人も集まっていたが、ホワイトスネークの音楽性は、デイビッド・カバデール自身が系統するブルースと、ハードロックを基本としていた。UK チャートで、トップ20に登った、シングル、フール・フォー・ユー・ア・ラビング、r e a k My Heart Again」などのスマッシュヒット曲も出て、 英国、欧州そして日本では根強い人気を誇った。1981年の来日公演も成功した。だがディープパープル時代からの恩人でもあるロードとペースもカバデール主導で動くホワイトスネークでは待遇が悪いことに不満を感じており、ペースはゲリー・ムーアからの誘いなどを理由に脱退していった。分解してしまったホワイトスネークは これを機会にメンバーをリセットし、新バンドとして再構築を図ることとなった。1982年になって、デイビッド・カバデールの娘の病気を理由に、グループは一時活動を休止すると、マネージメントが発表した。1980年代に入ると、ホワイト・スネークは全米での成功を悲願とするようになる。しかしデイビッド・カバデールの私生活をめぐる問題、特に、 ハードドラッグの乱用による家庭内のトラブルが裁判沙汰となって活動が飛んだ。さらにメンバーとマネージメント側との金銭的問題などが発生する。またプロデューサーであったマーティン・バーチとミッキー・ムーディは衝突を繰り返した。1982年、フィフスアルバムセインツシナーズをリリース。このアルバムに参加メンバーのクレジットはなく、 また、アルバムのリリース時にはすでに、デイビッド・カバデールは、他のメンバーを解雇していた。デイビッド・カバデールはこれを機会にメンバーをリセットし、新バンドとして、ホワイト・スネーク再構築を図ることとなった。ジョン・ロードとミッキー・ムーディが、バンドに復帰し、ベースプレイヤーのコリン・ホッチキンソン、元トラピーズのギタリスト・ソングライターのメル・ギャレイ、コージー・パウエルが集められた。 1983年にアメリカのゲフィンレコードとの契約を結び、翌1984年1月、新生ホワイトスネークによるシックススアルバムスライド・イット・インを発表。このアルバムはアメリカ版ではギターがミッキー・ムーディから元シンリィジーのギタリストジョン・サイクスに、ベースもコリン・ホッチキンソンからニール・マーレーに差し替えられ、 ミックスもラジオで聴きやすいものに変更されていた。このアルバムはグループ初のアメリカでのダブルプラチナディスクとなる。だが、このアルバムの成功によってツアーの厳しさは増し、メルギャレーが怪我を理由にグループを抜け、コージー・パウエルも1985年のツアーの後にグループを去った。ジョン・ロードもディープ・パー・プル再結成のためにグループを去っている。 1987年のカバデール1987年、ジョン・サイクス、ニール・マーレー、エーンズ・レイ・ダンバー、ドン・イイリーのメンバーによる3年振りのセブンスアルバム、ワイツネイクをリリース。このアルバムは全米で2位、800万枚以上を売り上げ、大成功を収める。本作のレコーディング前に、カバデールは喉のポリープの摘出手術をして、高音がよく響くようになり、 本作のスタイルは前作よりさらに洗練され、より明快でドラマティックな起伏に富んだ構成になっている。また、サイクスという若い技巧派ギタリストの加入もあって、以前のようなブルースロックを基軸としたスタイルから、モダンなハードロックバンドへの変貌に成功した。他方で、このアルバムがアメリカ向きとなっており、カバデールがロバート・プラントを彷彿とさせるような金髪に髪を染め、 また、収録曲のスティル・オブ・ザ・ナイトの曲調などから、レッド・チェッペリンを真似ていることを強く批判されることになった。しかしながら、このアルバムの質の高さは、疑いようもなく、現在でもロック史上に残る作品として記憶されている。この作品の発表時には、カバデール以外のメンバーはバンドを解雇されており、プロモーションビデオの撮影に集められた。 元バンデンバーグのエイドリアン・バンデンバーグ、元ディオのビビアン・キャンベル、元オジー・オズボーンバンドのトミー・アルドリッチ、元クワイエット・ライオット・のル・ディサーゾが、新生、ホワイト・スネークとなった。MTV では彼らの曲が頻繁にオンエアされ、カバデールの当時の恋人トゥニー・キタエンが出演する、プロモーションビデオも注目を集めた。新メンバーによる、ワールドツアーも、人気を博した。ツアー後、 カバデールの目指す音楽性と異なることが原因でキャンベルが脱退。自作に向けての曲作りはカバデールとバンデンバーグを中心に行われた。しかし、レコーディングを前にバンデンバーグが検証縁が原因と思われる右腕の麻痺のために演奏不能となり、急遽スティーブ・バイを起用してギターパートの録音を行った。このエースアルバム、 スリップ・オブ・ザ・タングは1989年に発売され300万枚を売り上げた。アルバムに伴うワールドツアーを行い、1990年8月にはモンスターズ・オブ・ロックに出演して、その時の演奏は後にライブアルバム及び DVD、ライブ・アット・ド・ニントン1990として発表された。しかし、グループは1990年暮れに解散した。その後、 カバデールはジミー・ページとのプロジェクト、カバデール・ページに取り組むことになる。カバデール・ページのプロジェクト消滅後の1994年、カバデールはホワイト・スネークを再結成する。グレーテスト・ヒッツの発売に合わせ、ギターにモトラットのウォーレン・デ・マルティーニを迎えるなどした、新メンバーで同年にヨーロッパツアーを行い、その後日本でも公演が行われた。1997年、 エイドリアン・バンデンバーグとの共同制作によるカバデールのソロ色の強いナインスアルバムデストレスハートや7月そのプロモーション活動の一環で訪れた日本でのバンデンバーグとデイビッドカバデールのデュオによるアンプラグド形式のショーを収めたスタジオライブアルバムスターカーズ・イン・東京・アコースティック・ライブ in ・イン・ジャパンなどをリリースした1997年のツアー後 カバデールは再びバンドを解散し、2000年にはソロ名義でアルバムイントゥーザライトをリリースした。ギリシャからマリア公演2002年デビュー25周年記念に向けて動き出し、翌2003年9月から全くの新しいメンバー編成でツアーを開始した。以降はライブ活動を中心とするようになる。2006年5月には来日ツアーも行われ、 新たなパートナーであるギタリスト、ダグアルドリッチとの共作による新曲も披露された。2008年4月には、待望のテンスアルバム、Good to Be Bad がリリースされ、10月来日公演を行った。2011年、3年振りのオリジナルアルバム、Forever More が発売され、それに伴うワールドツアーを行った。日本公演に先立って、ラウトパーク11にリンプビズキットとの、 ダブルヘッドライナーとして出演した。2013年2月、ラウトパーク出演時の映像を作品化したメイドインジャパンを DVD、ブルーレイディスク、ライブアルバムとしてリリース。5月にはイヤーオブスネークと題したワールドツアーの一環で来日公演を行った。2014年5月、ダグアルドリッチが自身のツイッター、フェイスブック等で今はもうホワイトスネーク。 デイビッド・カバデールバンドにはいないと声明を出し、脱退を発表。8月には、ナイトレンジャーのジョエル・ホークストラが、ダグの公認として加入することが発表。同時にジョエルは、ナイトレンジャーを脱退している。2015年4月、カバデール在籍時のディープパープルの楽曲を、セルフカバーした、ザ・パープルアルバムを発表。リリース直前にはキーボストび、シンガーとして、 ミケーデル,ルッピの加入が発表された。2016年、ラウドパーク16出演にて来日。2019年、8年ぶりのオリジナルアルバム、フレッシュブラッドを発表。2020年2月時点、ギターベースドラムスキーボード。ありがとうございます。